部屋から出よう。うわ、どこなんだ、ここは痛い。バイの全体にカーソル。あ、これもしかして、あれですか？マウスでしかできないやつですね。ありがとうございます。画面の右端にマウス。誰もいない。日記を追加。ちょちょちょ。でに、でんくえな。デイワン。キッチンには得体の知れない生物が潜んでいるようだ。特徴的な腕と手からハンドと命名する。ノートに特徴や行動原理をまとめ、対処法を学ぶ必要があるだろう。部屋の中央には、縦長の電光掲示板が置かれている。赤字の数字は時刻を表しているのだろうか。今は真夜中のようだ。バスルームのドアは半開きにしかできない。中には何者かの気配を感じる。入ることは不可能だが、隙間から様子を伺うことはできそうだ。見知らぬ部屋に閉じ込められた。どうやらアパートの一室のようだが、まずは部屋の中を調べてみよう。ハンドね。異常に発達した長い腕と大きな手を持つ生物。鋭く尖った爪を有しており、その爪で大抵のものを破壊できるだろう。なんかレベル上げれそうだぞ。レベル？じゃあ、ゴミ。切って。あんまいいですね。さすがにそんなサクサク上がんないか。これどうやって閉じるの？チラリとな。なんか赤くない？ヘドバンしてるか。玄関キッチンがやばそう。何？帰ってった。何何何？玄関が結局？何何何何？何？何何何？敵が出現？どこで？どこで出現した？あ、違う、違うのら、違うのら、違うのですよ。ハロー。ちょっと危険な場所が多すぎない？キッチンが危険？玄関とキッチンが危険。危険なもの多すぎるだろう。怒りのあまり。あ、待って、待って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 、待って、待って待って待って無理無理すぎるな。敵が襲来。来週の暗すぎる。敵を返した。停電？マジで言ってる。はいはいはい。待って待って、いや、きつい敵だろ、お前。どうなっとんねん。おいおい。おいて。どうしたらいいの、これ。キッチンがちょい。おしまいじゃん。いけるの、これ。ダメそう？あ、いけたか？いけるんかいな。玄関とベッドが危険で。大丈夫そう？忙しすぎる、忙しすぎるわ。と。あ、なんか、いけたか。あまりにも忙しすぎる。帰ってた。次が何？何が来るの？やばいか？はよ帰らんかーい。帰りなさーい。帰らんすぎるやろ。
何？やばい？敵が帰っていった。玄関が警告。大丈夫そう？どう？わかんないな。キッチンがやばい？停電しすぎだろ、簡単に。覗いとく。ひゃーん。帰っていた。帰りすぎだろ、貴様。ちょっと待ってね。玄関がやばいんでしょ？これどうやってメモ開くんだっけ？何？何何何？ということでね、一日でクリアちゃったんよ。やったね。本日もご視聴ありがとうございました。ワンルームナイトメイハでした。ちなみにね、27.1% のプレイヤーが悪夢の終わり1日目でね、クリアしているぞ。君たちもクリアしてみてはいかがかな。さよなら。